クレオパトラ2世、クレオパトラ2世は、古代エジプト、プトレマイオス朝のファラオ、女王。父は、プトレマイオス5世、母は、クレオパトラ1世。プトレマイオス6世フィロメトルプトレマイオス8世、フィスコンの姉妹で、それぞれの記載となった。プトレマイオス6世との子にプトレマイオス7世、クレオパトラ3世国家、クレオパトラテアがいる。紀元前173年。 プトレマイオス6世フィロメトルと結婚。紀元前170年、夫の弟プトレマイオス8世フィスコンとの共同統治のもと、シリアのアンティオコス4世との戦争に臨む。紀元前168年、ローマの援助もあり、シリアの侵略を退けることに成功した。その後、夫とフィスコンの権力闘争が激化し、ローマ朝廷のもとで夫、 フィロメトルがエジプトの統治者となる。紀元前145年、夫、フィロメトルが死去し、キュレネ王となっていたフィスコンと結婚し、統治者とした。この際、プトレマイオス7世は、フィスコンとクレオパトラ2世の結婚式の日に殺害されたと言われる。紀元前142年、フィスコンがクレオパトラ2世の娘クレオパトラ3世国家を記載としたため、 フィュスコン国家との関係が悪化した。紀元前131年、クレオパトラ2世は夫に対する反乱を起こし、フィュスコンと国家を追放して、フィュスコンとのコプトレマイオスメンフィティスを王と宣言した。メンフィティス浜もなく、フィュスコンに殺害され、彼女はシリアのデメトリオス2世と同盟を結んだ。紀元前127年にはシリアへ逃走するも、紀元前124年、 フィュスコンとの和解が成立。フィュスコン国家との三党体制が復活し、紀元前116年、夫の死後間もなく死去した。ありがとうございます。